こんにちは、ちょめです。授業の呪文詠唱をやっていきます。ほうきの上でね、呪文を唱えるって感じです。お、みんないるね。ではやっていきましょう。8時間1エネルギー上限解放。ほうきとモップを分ける。飛行中に攻撃されるという状況に陥る可能性が考えられます。そんな状況でも自分の身を守れるようにしなければいけません。そのため今日はほうきに乗った状態で呪文を唱える練習をします。これ結構重要だよな。ピーブスがいたずらを仕掛けたぞ。あ、はは、これでモップがほうきとほうきがモップと混ぜこぜになった。これ可愛いよね。でもピーブス、私の堪忍袋のもそろそろ切れますよ。風痴。秩序を求めることがそんなに悪いことなのか。ピーブスが私のほうきを、これでも読んでなかったな。いつも左下ピュン、スパン、ほうき以外のものを使って飛べるか。これ結構あるんだよね。あの裏でなんかエネルギー回収してる時とか。ピーブスは僕たちがモップとほうきを見分けられないって本当に思ってるのかな。今度見てみよう。練習ができないって。じゃあ私が頑張って開けましょう。あ、右下何が必要だったか見てなかった。こんな感じに右と左にアルファベットが出るんですよね。こうやってまとめてこうやってできることもあるからね、結構面白いですよ。はい、こんな感じです。サグッと分けましょう。あ、ほうきか。変身術の教室って可愛いわ。猫だから。可愛い可愛い。ピーブスも久しぶりに出たな。ストーリーで一時期めちゃめちゃ出てきたけどね。それでは飛行中に呪文を唱えるときに役立つ実用的なアドバイスから見ていきましょう。どんどんやっていこう。ほうきは両手で握る方が好きだな。生徒、この生徒誰だ？お前誰だ？こんなことしたら寝ちゃうよ。これは手の込んだ飛行技術をするよりも難しいかも。なんでチョメだけほうき持ってないんだ。チョメだけっていうか、メモ持ってる人は。風痴のアドバイスで結局全部落ちるなってことよね。ほうきに乗って接近すればレイクピックが呪文を唱えてもかわせるはずなの。進行方向から目をそらしたくないかもしれませんが、絶対そらさないように。マダム風痴が身を守る方法を教えてくれる。まあハートをもらっとこうかな。さて、しっかり聞いていたか試してみましょうか。この質問に答えられる人は、ひとくつの飛行中に何ができるようになる。呪文を唱えるようになる。真ん中ですね。なんか上と下も気になるけど、何なんだろうね。どんな授業なんだろう。杖を振りながらバランスを保つ方法を実践するので、しっかり見ていてください。じゃあしっかり風潮を見ておこう。まあいつも通り同じだけど、適当に杖を振るのはしっかりほうきを掴んでない時ぐらい危険ですよ。この技術を使わないといけない時は来るかな。どうしてこのことをもっと早く考えられなかったのかしら。マダム風痴がこれを前にやったことがあるのは明らかだ。まあ、毎回同じ感じですけどね。これは私は何回も見てるけどね。シリにも気を配ってる。私じゃなくて風痴を見てなさい。あ、メルラ、いいこと言った今は。これはね、何もらっとこうかな。真ん中もらっとこうか。餌欲しいけどね。集中してください。はい、これは円の中に収まるようにタップすれば成功します。ウォームアップする。練習を始める前にまずはウォームアップしましょう。ほうきをきちんと握れてれば呪文を唱える時もほうきもきちんと操縦できますよ。よければブライド・オブ・ポーツリーのウォームアップを見せてやるよ。お、気になる。見たい見たい見たい。先生がこっちを見るような目立つことはやめてほしいんだ。風痴に実演を頼まれたくないから。よろよろした。ウォームアップの時、ローアンはセレスティナ・ワーベックの歌を鼻声で歌ってたな。僕がもっと早く杖を取り出せてたらレイクピックを止められてたのかな。まだ引きずってるみたいです。まあそりゃね、引きずるよな、ずっと。
オーバーアップの効果をクイルと後悔しますよ。静かにオーバーアップしてください。40。実演する。やっていきましょう。こんな感じで。なぞれは大丈夫です。ゆっくりでも大丈夫です。この次が一番重要だよね。新しい飛行技術だから。ちゃんと見せないといけない。まずは杖を手に持った状態でほうきに乗れるようになれましょう。乗るのになれるか。この時間を使って片手でほうきを操縦するのに慣れてください。これで君を守る方法がまた一つ増えたよ。これで空中からの脅威も立ち向かえるぞ。ちょっと休憩してきました。やっていきますね。飛行中にパートナーに対してインペディメンタを唱えるのがこの練習の目的です。なるほど、インペディメンタを唱えるのか。この練習一緒にしないか、アンドレ。飛行中に杖の動きをちゃんとするのって難しいな。私のことを笑ったらあんたを空の向こうへ吹っ飛ばしてやるわ。じゃあ、そろそろこんな感じで終わりかな。1。なんかみんな1ばっかだな、最後。最後の最後4になっちゃったよ、これ。はい、40。インペディメンタを唱える。さあ、やっていきましょう。はい。いや、なんか難しそうだよね、ほんと。おぉ、すごいすごい。衝撃もあるし。はい、これでね、エネルギー上限が解放しました。嬉しいね、すごく。ゲット。47になりました。右上。こんにちは、チョメです。魔法使いの議会の解散。やっていきます。8時間ですね。なんだこれ、英語になってる。最近、ホグワーツで辛い事件が起こり、善とある生徒が一人命を落とした。今が人生の大きな変革の時だと考えている生徒も多数いると思う。ローアンカナを称えて人生を変えたもう一つの出来事について学ぼう。魔法使いの議会の解散だ。魔法使いの議会の崩落がどのような経緯で魔法省の成立へとつながったのか証明しよう。説明しようね。わあ、英語になってる。皆さん、注意してください。左下、英語でございます。まあね、一回ね、間違えてから、翻訳されてからやってもいいんだけど、私、これ、ビンゴも兼ねてやってるので、今回はね、英語の実況ということで、左下、英語の時はこんな感じになってるっていうことでね、やっていきましょう。まあ、どうせ眠たいとかそんなことしか言ってないでしょう。きちんと勉強している魔女や魔法使いであれば、魔法使いの機械に関するこの質問に答えられるはずだ。でもここが日本語っていうのはいいよね。機械のどのメンバーが最初の魔法大臣になったっていうか、さっきタップしてる時に多分出てきたんだろうな。皆さん知ってます？私、ちょっと、わかんない。ウリック・ガンプ。イモリの試験に出るかもしれません。おしゃべりする。短期間でいろんなことが起こったわね。ちょっと話さない？これ大丈夫かな？これ右のところ。あ、やばいこれ。ストーリー以外の魔法師の授業でミニゲームを10個完了させようだった。ミスっちゃった。マジか、これ結構きついぞ。またやらないといけないぞ。これすっごく無理ゲーなんだけど。少し回復しました。相変わらず英語でございます。まあやっていきましょう。次は間違えないようにしないといけない。これはまあ40でももらっとこうかな。このメモをトンクスに渡すのをすっかり忘れてたわ。あ、これは大丈夫だ。普通に、問題とかじゃないから。まあゆっくりなぞればいいからね。あとゲージを合わせるやつと、なんかヨーヨーみたいなやつだったらいいな。まあでも実況的にはいろいろ質問があった方が面白いよな。さっきみたいなやつ。生徒の講義。ベン、お前日本語話してよ。
ロアンは僕を守るために全てを犠牲にした。僕たちの勉強のために授業を代行してくれたローアンの代わりに僕が買って出るのは当然のことだと思うんだ。まあでもこっからまた英語なんでしょう、まあ、しょうがないな。これは少し回復してきたのでね、続きをやっていきます。ベンがなんか喋ってる、ローアンのこと喋ってるみたい。ピニーが左下コーティングテイク、まあ、どんどんやっていきましょう。次はどんな感じのやつが待ってるのかな。早っ。ローアンなら君にこの質問の答えを知っててほしいと思うはずだよ。魔法使いの会議を差し替えた期間は何？あ、これは簡単だよね。魔法省です。だからさっき魔法省に関しての説明やってたのかもしれないね。肖像画の講義。肖像画は過去についてすごくいい洞察を与えてくれるわ。真の模索から話を聞くのはどう？リーナ・レイヴンクローだったかな。バティーヤ、ロエナね。続きをやっております。こんな感じです。まあ、読めないけどね。こっち話したかな。まあ、オーバーしたやつは右上回復するからね。あと12か。ちょっと足りないかもしれない。質問に答える。私の知恵から何を得たのか見せてもらいましょう。1692年魔法使いの議会はどの法的処置に署名した。これは一番上か一番下ですね。多分一番下でしょう。なんだわかんない。まあ授業はお休みみたいな感じかな。最後ロアンに代わって魔法使いの議会に関する作文を終わらせないとダメだってことを僕が言うよ。足りるかな。ロアン、 J もロアンの話してる。左下、まあ、これで海外の人の視聴者が増えるかな。どうなんだろう。お、本が手に入った。最後は読めるよ、ちゃんと。授業はここまででしょ。素早く書く。よかった、これ。これはね、緑のところのゲージにね、止めてればいいです。左のノートみたいなやつを。この辺で離して、こんな感じで、ちょんちょんちょんってやると大丈夫です。ちょっと鳥が気になるけどね、頭の。はい、これでね、プラス5エネルギーがもらいました。ゲット。では今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。ちなみに今日の予定とかもあるからね。じゃあね、バイバイ。ありがとう。失礼します。